100%. Connected to New York's iPhone. Connected to iPad.空腹で走るよりもコーヒーと何かが入っている方が走る前にはちょうどよくて、がっつりご飯食べちゃうと結構お腹が重たくて走れないから、本当に軽いものをちょっとだけいただくとか、あと豆皿に一つ出してとか、結構ねその時間好きなんですよね。メイクと身支度はその時と場所と会う人シーンに合わせてアジャスターを変えるみたいな感じで、でなんかこう顔に合わせてお洋服も選ぶみたいな。結構ハイトーンだからこそその清潔感っていうのはすごく大事にしてて、シャツとか結構選ぶようになりましたね。朝ごはんとか、まあ、夜ごはんとかバタバタで時間ない時も、玄米って必要な栄養素がちゃんとついたまんまのお米なので、おかずが作れない日でもとりあえず玄米だけ食べてればなんとか乗り切れるっていう、ちょっとお守り代わりにしてるような部分もあって、ゆで干し大根、切り干しとかゆで干し大根をお出汁と一緒に入れて、コクのある食材を入れなくてもすごいこれだけでめっちゃ美味しい旨味が出るんですよ。
私本当に片付けと掃除洗濯片付け整理整頓苦手なんですよ。せめて見えるところぐらいは綺麗にしておこうっていう、帰ってきて気持ちよくまたここで暮らし始められるような家の状態にして家を出る。